はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。今日はですね、車愛パート2について語ろうと思いますね。車愛というか、愛車について語りましょうかね。愛車、現在の愛車はですね、私は今フォルクスワーゲンのアップっていう車に乗ってるんですけどね。で、今ちょうどディーラーに行って部品の交換をしてきたんですけども、もう生産中止になってますけどね。アップっていうのはね、フォルクスワーゲンの中でも一番小さな車ですよ。これ結構気に入ってて、なかなか面白い車ですよ。マニュアルのような感覚で乗れますね、マニュアルにもなるんですけどね。フォルクスワーゲンで、この前にも、前の車もフォルクスワーゲンなんですよ。この前はフォルクスワーゲンのポロという車乗ってました。ポロだ、フォルクスワーゲンのポロが、持ってた時期はもう20年ぐらい持ってましたもんね。乗ってない時期が結構あるんですけど、20年、それからその後アップ、これがもう10年になりますね。だからフォルクスワーゲンに30年乗ってるっていうことになりますね。30年ね。フォルクスワーゲンの何がいいかっつうと、私はね、ちょっと言葉で言うのは難しいですけど、乗り味が結構好きなんですよね。フォルクスワーゲンの乗り味、硬いんですよ。結構硬さがあるんですよね。国産車はね、もう本当運転手に優しいですよね。すんごい柔らかいし、力いらないしね。なんかね、本当もうサービス、至れり尽くせりの、なんかこう手料理で迎え入れられたみたいな、そういった感覚があるんですけど、フォルクスワーゲンとかドイツ車全部かわかんないですけど、フォルクスワーゲンは特に硬いんですよね。これは何かっつうと、機械っぽいっていうかね、昔のなんかこの車の、昔の車のいいところを残してるような気がするんですよね。なんかちょっと不自由な感じ、ハンドルもそんなに軽くないしね。だからそういうところが好きなのかもしれないですね。ずっとフォルクスワーゲン一筋で30年乗ってましたよね。でもさっき今ディーラー行ったらね、次またフォルクスワーゲン、次はポロあたりどうですかみたいなことを言われましたけど、もう私今年60ですからね。もう正社員の地位もなくなるし、なかなかね、支払いも、車がまた高いんですよ最近。で、聞いたらね、もう本当ここ 2,3 年でちょこちょこ値上がりして、かなりね、高くなってますねって言ってましたね。だから部品の高騰とかあるみたいで、しょうがないかもしれませんね。国産車も高いですもんね。私の車遍歴はですね、そのフォルクスワーゲンの30年、それ以前はね、K の時代が何台か続きますね。 2,3 台続くかな、 Kで、一番最初に買った車は学生時代に買った車なんですけど、ローレルなんですよね。ローレル、ブタケツローレル、今バッドボーイズの佐田さんが乗ってるやつですよ。あれに乗ってましたね。昭和のなんかね、もうなんか暴走族が乗るような車なんですけど、北九州出身ですから、そういうのが好きなんですよね。で、それ買って、何のために買ったかというと、彼女とドライブ行くために買ったんですよね。それも当然ですよね。あちこち行きましたよ。懐かしいな、ローレル。車いいですね、やっぱね。そんなこんなで、私の車遍歴はローレルに始まり、
中古の軽を何台か乗り継いで、でポロ、これが最初に買った新車ですね。フォルクスワーゲンのポロで20年持ってましたよ。20年。ほんで20年目の車検で行った持って行った時に、もうこれはもうダメですと、車検受けるより買った方がいいですよって言われて、アップを買いました。今の車ですね。でもうすでに10年ぐらい乗ってますんで、走行距離はね12万6000キロですね。もうそろそろ、ほんで今年の11月が車検ということで、まあ次の車に移行するか、はたまた車検を受けるか悩むところですね。まあでもまだ調子いいんで、もう一回ぐらい車検受けて乗ろうかな。まあそんなこんなで、今日はね、私の愛車遍歴だったんですね。愛車遍歴のコーナーになっちゃいました。じゃあ今日の一言、やっぱり車は男のロマンです。それじゃあ行ってらっしゃい。